コンフォート、横浜クリニックは、医療法人財団コンフォートが、横浜市西区で運営する、診療所である。東財団ではその他に、訪問診療に特化したクリニックを7カ所で、開院している。コンフォートイコール、心地良さを、患者、受診者等に提供することを理念に、全身の植松病院より1991年に、医療法人財団コンフォートコンフォート病院に改称。 病院としての医療事業は、内科センター、んカテーテルセンター、予防医学センターを許し、がんに特化したカテーテル治療を行う、んカテーテルセンターでは開設以来7500件を超えた。2018年3月をもって、病棟を閉鎖し、診療所へと組織変更を行い、コンフォート、横浜クリニックに解消。人間ドック、健康診断を行う予防医学センターでは、 主に健康保険組合を通して200社を超える企業と契約し、年間2万名ほどの健康管理を行っている。組織内におけるおもてなし、接遇にも取り組んでおり、ANA ビジネスソリューション株式会社のプログラムを導入し、心地よさを提供している。ありがとうございます。